はい、トヨタマです。今日はですね、マッサージガンを使って骨盤を整えていきたいと思います。今日はですね、マッサージガンを使って骨盤の歪みを正していきたいなと思います。骨盤の歪みって結構皆さん気にされるじゃないですか。だけど具体的にこうどんなことが起こってるのかってあんまりイメージつかないものですよね。だから治療家側も都合よく使ってる時ありますよね。それは骨盤が歪んでるからですねとかってよく聞くじゃないですか。じゃあ具体的にどう歪んでるんですか、その歪みがなぜこの症状につながるんですかっていうところを突っ込んでみて、その答えが返ってこなかったらなんとなくが言い訳として言ってるってことになると思います。気をつけてください ね騙されない、ね、で実際骨盤っていうのは確かに歪みます。歪みってなんだっていうと、関節ってそもそも動くじゃないですか。で本来持ってる機能ってあるわけですよ。でその機能がどっかが硬いとか、どっかが力入らないとか、人体伸びちゃって緩いとか、そういった問題によって機能自体が損なわれた状態って考えていただきたいんですよ。筋膜が一部ギューッと縮んでるから歪んだ姿勢になるって、そんなイメージだったら皆さんも、ね、ピンとくると思うんですよ。ただギューッと縮んで歪んでるってだけじゃなくて、その反対側に引っ張り返す動力が力を失ってるっていう側面も忘れてはいけないんですよね。だから硬さがあって歪んでるっていうのも事実だけれども、緩いがゆえに重力に負けて歪んでいくっていうことだってあるんですよ。だから硬さを取るだけじゃなくて、しっかりと支えを取り戻す、筋肉の収縮をねしっかりと取り戻して、関節本来の働きというものをしっかり取り戻すことっていうのが歪みを正すということになるわけです。じゃあ骨盤の機能ってなんだっていうと、一番大きなものっていうのは捻転、ねじれるっていう働きなんですよ。歩く時だってこうやって、ね、手と足の動きって逆転するでしょ。そのねじれのちょうど入れ替わる場所っていうのが骨盤なんですよ、ね、だから非常に強いストレスに対して耐えうる構造を持っているんです、ね、ただそこに癖ができたらどうでしょう。一方向に動くけど反対方向が動きにくいなんてことが起こるわけですよね。まっすぐ立ってるつもりなのに、いつも体ねじった時の土台になってしまってるって言ったら、その上に乗っかっている胴体っていうのはまっすぐでいられますでしょうかね。下が歪むがゆえに無理にバランスを取ろうとしていて、強く働いている場所っていうのに故障を起こすっていうのはイメージつきやすいんじゃないでしょうかね。だから自由にしたいわけです。骨盤の働きっていうのはいろんな方向にあるんですよ。ね、メインはねじれるっていう働きなんだけれども、横にも動くし、前屈後屈でこう開いたり閉じたりもするんです。まずですね、骨盤の働きを正すってなった時にちょっとした指標が必要ですよね。骨盤の働きの簡単なチェック法っていうものをご紹介いたします。まずですね、骨盤の上側、丸いところあるでしょ、これ腸骨梁って言うんだけれども、そこをこの水かきの部分で捕まえてください。この今掴んでる部分っていうのを寛骨って言います。一番重要な働きがねじるっていう動きでしたから、それを指標にしていただきたいんです。骨盤を握って左右に回していただきたいんです。向きづらい側っていうのが見つかると思います。はい、それぐらいでいいですよ。で他にも大きくねじって足をこうやって左右上げてみてください。ねじりづらい側というものがあったら覚えておいてくださいね。上げづらい側の足っていうのもチェックしておきましょう。そのチェックが終わったらこんなことをします。マッサージガンっていうと硬いところを緩めるための道具じゃないですか。だけどね、今回はね、締めるために使いたいんですよ。骨盤の歪みの原因の中で一番大きいのはなんだっていうと、お腹の筋肉、特にこの下っ腹の働きの低下なんですよ。僕らの体って重力に抗う側の筋肉ってすごく太いんだけれども、その中でお腹だけやっぱり薄いんですよね。一生懸命アクティブに動いてたとしても、やっぱり若干この働きの弱さっていうのが全体の姿勢の崩れにつながりやすいんです。で、そんな時にですね、お腹の働きを元気づけるための使い方っていうのをしていただきたいんですね。ポイントとしてはですね、この骨盤の前側の出っ張り、上前腸骨棘ってありますね、ここの内側、この出っ張りから指3本目ぐらいのあたりにちょっとくぼんだとこあるでしょ、ここにマッサージガンを当てていただきたいんですよ、ね、
で、その時に力抜くんじゃなくて、お腹ちょっと締めてもらいたいんです。キュッと力を入れてもらいたい。押し込まれても、押し込まれきれないように、しっかり張っとくって感じですね。で、そしたら、足踏みしていただきたいんですよ。かかとを浮かして、つま先をつけたままね、かかとを浮かすような感じで構いません。10回、20回やりましょう。こんなことをするんですね。はい、まず片側。実はですね、このあたりの筋肉は、仙腸関節を前側から支えている筋肉たちなんですよ。で、お腹弱くなるって言うと、仙腸関節の前側の支えが弱くなっちゃうんです。今度は反対側ですね。はい、左の上前腸骨棘の指3本分の内側ですね。そこに当てて足踏みをしましょう。足踏みをする意味はですね、骨盤のねじれ運動というものを繰り返すということです。この動きに対して働きが弱ければ、その働きを引き上げるという反応を、このマッサージガンの振動から引き起こすことができるんですね。はい、それができました。これだけでもね、結構変わるんですよ。足交互に上げてもらうと、これだけで足の上がりが良くなっちゃったりする。ね。で、もう一つ、骨盤全体の捻転の中心を定めたいんですね。どこにあるんだっていうと、へそ下三寸、丹田というところにあります。おへそがあったらそこから指4本、横に並べて、その4本目の下です。ここに丹田があります。ここをですね、まっすぐ貫いた線上に骨盤の中心軸があるんですね。その中心軸はですね、私たちの体をこうやって気をつけさせて凍らせた時に、こう矢印塀のようにバランスする重心点が集まっているというふうに考えられています。物体を動かそうとした時に、物体の質量中心、重さの中心を持って動かした方が無理がないですよね。重さの中心から外れたところを持って運ぼうとすると、テコが強く働いて余計な力がかかるじゃないですか。だから、この骨盤の捻転中心がいつも綺麗にキープできているっていうのが、効率的に体を動かすためには非常に優先度の高い条件になるんですね。で、そこを定めるのにもこれ使えるんですよ。まあ、別に振動の強さはそんなに考えなくていいです。振動を感知できれば、神経系がね、感知できればちゃんと変化が出てきます。丹田に当てました。そしたらこうやって足踏みをしてあげてください。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんなもんです。いいですかね。はい、ちょっとおさらいをしますよ。いいですかね。骨盤を持って左右の捻転をしてください。骨盤自体のねじれの左右差を見てください。それができたら全身運動を見ましょう。別に前後屈をしたっていいんですよ。動きの悪い方向っていうのを前後左右回旋、6方向を見たって構いません。プラススクワット動作やもも上げを見ていただいて、股関節と骨盤の連動性を見るっていうのもいいことですね。気になる動作っていうのをとりあえずやってみてください。それができたら、腹を軽く締めて、上前腸骨棘から指3本目、マッサージガンを当てて、足踏みです。5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度反対。よいしょ。5、6、7、8、ちゃんと持とうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。当ててる最中はですね、お腹の力をふっと抜かないようにしてください。ちょっと締めてね、張りを持たしてやってあげるのが大事。はい、真ん中丹田ですね。5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK ってやってあげると、骨盤の捻転運動の前側の支えになっている下っ腹、一番弱くなりやすい部分がバンと引き上がるんですよ。そうすると、そこが弱くなるがゆえに固まっていた部分はリラックスするんですね。ちょうど拮抗筋に相反神経支配というシーソー関係があるんですね。だから弱くなっている側を元気づけることで、過剰に働いているところをリラックスさせる、お休みさせるってことができるんですね。まあ、片っぽが眠ってしまえばいいかって、そうじゃないですよね。骨盤全体の働きを担うためには両方働かなきゃいけないです。で、それをきれいにオンオフできなければいけないですね。何によって、脳によってってことですよね。そことの連絡をつけるのに、皮膚の下に埋まっている振動を感知する受容器を使ってるんです。反射を起こすためにマッサージガンを使って、神経と筋肉、そして骨盤の捻転運動をしっかり神経系統のコントロール下に入れましょうということが、これでできるんですね。
すごくアカデミックでしょ、ね、この3点だけでもいいですね。まずそれは終わったらもう大雑把に動いてみてください。もうそれだけでスルッと動いちゃってるでしょ。足だって軽く動いてくる、ね、こんなことで変わるんです。あとはプラスアルファでもう2点だけ、後ろ側に出っ張りがあります。ここをちょうど上後腸骨棘っていう出っ張りがあるんですよね。そこの出っ張りがあったら内側、そこに仙腸関節があるんですね。そこに当てて足踏みをしていただくんです、ね、ぐいぐい押し込む必要なんかないです。皮膚の上に当てて振動が感知できればいいんです。はいはいってね、20回ぐらいやってあげたら足上げてください。さらに足の上がりが良くなってるのを気づくと思うんですよね。反対側も行きましょうと、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、でもう一回上げてみるとですね。はい、いかがでしょうか、骨盤の機能、働きっていうものを正常化するために上前腸骨棘の内側、丹田、この3点をしっかり振動を与えながら足踏みをしてあげると。でプラスアルファでできるんであれば仙腸関節の内側にも当ててあげてほしいんですよね。全部ですね、ただ当てるっていうんではなくて必ず足踏みっていうのを入れてください。当てるだけでもね、変わりはするんだけれども、動きを入れてあげた方が実りが大きいです。いいですかね、骨盤のですね歪みを気にされている方、ぜひですねこの方法を試してあげてください。どんなマッサージガンでも振動さえ与えれば変化出ます。別に携帯のバイブ機能でも全然変わりますよ、ね、だから、気になる人ですね、ぜひぜひ、お遊び半分でもいいから試してみてください。てなところで、今回の動画がですね面白かったよって役に立ったよっていう方は、まあ、グッドボタンと、登録がまだの方はぜひご登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。